今月、海上自衛隊カノヤ航空基地で着陸時にオーバーランし、滑走路脇に停止したアメリカ軍の無人偵察機が、昨日アメリカ軍により回収され、事故の調査が行われています。カノヤ航空基地では今月22日、着陸しようとしたアメリカ軍の無人偵察機が地上設備に接触して滑走路脇の草むらに停止しました。 機体回収は、昨日午前5時50分ごろから午前7時40分ごろに行われ、現在、アメリカ軍が事故の原因などを調べているとみられます。鹿野屋市によりますと、鹿野屋航空基地の無人偵察機は現在、飛行を停止していて、アメリカ軍は、調査結果を地元に説明するまでは飛行を再開させないと、九州防衛局から説明があったということです。 アメリカ軍の無人偵察機は今年11月まで運用されることになっています。